どうも、一生声掛け中のものです。この車の全幅が1850ミリなんですけれども、これちょっとイメージつかない人はですね、近所にいるダマジカ、ダマジカを頑張って捕まえたらバッすれば大体一緒です。で、今日紹介する BMW の4シリーズクーペなんですけれども、まず特徴的なのはここ、縦方向に拡大された巨大なキドニーグリルが特徴なんです。このグリル結構工夫がありまして、グリルの内部には水温調整と空力調整のために可動式のシャッターがついてます。じゃあ横見ましょう。往年の850系にも似た非常に流麗なフォルムが魅力なんですが、とりわけですね、今回紹介するこのモデルはですね、 M440i と言いまして、これですね、 M パフォーマンスと呼ばれるモデルです。M3 や M4 などのですね、純 M 系のモデルと一般的な BMW のモデルの中間に位置するようなモデルでして、車両全体をですね、 M 社がプロデュースしています。このモデルでの注目はここ、ブレーキシステムが M パフォーマンス専用のものになってます。ほら、すっごいでかいキャリパー、これ4ポット、そしてリア、シングルポットの M パフォーマンス専用です。そしてリア、テールに回ってきました。サイド面、すごく流麗なシンプルな面でしたが、リアはこのようにですね、まるでジェット戦闘機の背面のようながっつり複雑な造形です。注目はここ、左右2本出しの大きなマフラー出口です。そしてこっち、ディフューザー形状が採用された中央部でした。さらに上、トランク後端にはリップスポイラーが装備されています。搭載のパワーユニットは直六の3リッターターボ、387馬力、500ニュートンのスペックです。4シリーズで舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、ありました。ライト付き、当然ですよね、100点です。フロントシート座ります。見た目に豪華なこのシートなんですけれども、サイズはですね、日本人体型にもぴったり合うちょうどいいサイズです。また注目はこの造形、単純にプレート 1,2 枚で成形するのではなく、このようにブロックを細かく分けた多面体の造形になってます。これによって体に対して各部位で自然にホールドしてくれるような向きになってるんです。注目はここ、メーターはフル液晶タイプで、かつこのようにタコメーターは逆回転なんです。さらにステアリングにはパドルシフトも備わっています。インパネ、クリーンでデザインもいいんですが、何より素材が高そう。ここの黒い部分、もちろんソフトパッドです。そして注目はここ、センターにはワイドなスクリーンが備わってます。このようにタッチ操作や、この下ダイヤルでの操作も可能です。また高級車のトレンドである音声操作にも対応しています。 Hey BMW、 東京駅に行きたい。東京駅を選択しました、と、こんな風に簡単なんです。さらに下、エアコンはすべて物理操作可能のタイプですけれども、スイッチ類は目立たないように配列されています。そして下、ここ開けるとドリンクホルダーと非接触充電ポートがあるんですが、この蓋の開き方がね、高級車なんですよ。スーッと開きます。ここが充電ポートです。続いてリアシートを見てみましょう。これリアシート乗り込むときには、こちらのレバーでシートのバックを倒すんですが、その後電動で動きます。これで乗りやすくなってるんです。さあ乗ってみましょう。シートが戻るのも電動。あら、しっかり乗れました。身長173センチの私がフロントシートをセットした状態で、頭上これだけの空間、そして足元、ほら足元むちゃくちゃ余裕です。もちろんですね、3シリーズ等に比べたら頭上の空間には余裕ありませんが、普通に大人が乗れちゃいますね。ラゲッジチェックします。無音で開くモーター付きのゲートです。中とても広い。ほら、開口幅も奥行きもたっぷり。これだけのスペースがあれば、体長 1.2 メートルのカンガルーの仲間、ケナガワラルー、ケナガワラルーをもし捕まえても、ゴロンと横倒しで詰めます。
これ見た目だけじゃなくて本当に大容量で、なんと440リットルもあるんです。さらにトランクスルーもあります。ほらね、この車の0100キロ加速は 4.5 秒です。そんだけ速ければ M とかっていらないんじゃないのっていうぐらい速いモデルです。車重は1740キロと、まあ一般的な数値で、とりわけ軽量というわけじゃないのに、そんだけの加速タイムってことはどんなエンジンなんでしょうか。100キロは無理ですけど、ほんのちょっとだけ踏んでみます。多分 4.5 秒で行くんでしょう、これなら。ただ嬉しいのが、一般道や日本の高速道路では楽しめないのかというとですね、そんなことはなくて、速度制限内でも楽しめるエンジン特性です。それこそアイドリング付近からのぶといドロローという音がしてまして、一般道でちょっと踏んでも十分に音と加速感を楽しめるんです。これはね、いいポイント。これね、 M モデルではこうはいかないと思いますよ。 M モデルは速すぎるんで、これモードをスポーツモードにしてみましょう。おお、さらに一層のぶとい音になりました。踏んじゃおっかな。さっき街中でもこれなら楽しめますよと偉そうなことを言ってしまいましたが、スポーツモードにするとちょっと自制しなきゃダメですね。ちょっとどころかかなり自制しなきゃダメです。いや、でも面白い。パドルも使ってみましょう。トルコン式の発足 AT はですね、非常にダイレクトにトラクションをかけてくれます。それでいて、トルコンならではのこの継ぎ目のですね、ショックのなさ、このメリットを享受できるのは嬉しいです。なお今回試乗している M440i はですね、 X ドライブという BMW の独自制御が施された四輪駆動モデルです。これですね、前後のトルク配分をセンターデフの方で電子制御で可変させています。この前後のトルク配分に関して、ドライバーが何か神経を研ぎ澄ます必要はありません。コーナーが迫ってきた、ブレーキングをした、コーナリングで G が発生したというところをですね、その発生したポイントよりも手前から予測制御も入れてくれてます。ですから意識せずともきめ細かいお世話を全部やってくれる、まるでお母さんのようなあったかいシステムなんです。この X ドライブ、今度は晩ご飯も作ってくれないでしょうか。サスペンションはフロントストラットリアマルチリンクです。またリアデフにはですね、 M スポーツディファレンシャルというものが採用されています。これによって左右のトルクのかかり方もですね、電子制御で変えてくれます。ですから先ほど申し上げた X ドライブの機構に合わせてですね、このスポーツディファレンシャルが機能することで、まあコーナーなんかはすんばらしく早く駆け抜けてくれるっていうわけなんです。そして前半で紹介しましたこの M440i ならではのスポーツブレーキなんですけれども、これね、効き目の前にすごく言っておきたいのがですね、これペダルタッチがむちゃくちゃいいんです。いきますね。あのストロークがむちゃくちゃ短いんですよ。ストローク短いんだけど、でもコントロール範囲は広いみたいな、縦&矛みたいな、ちょっと矛盾する言い方かもしれませんが、本当にそんなフィールです。ほら、ピタッと止めれます。この車にはまだまだいいところがありますよ。題しまして、それホームランポイント。シートベルトのアンカーブ、かっこいいですよ。見ててください。装着しやすいようにこのように電動で出てくるんです。このドアの内張り、この部分やこの部分はソフトパッドは当たり前として、ここ一見プラに見えますが、
実はここもソフト素材なんでした。こういう目につかないところにお金かけるのが高級。リアシートの中央、吹き出し口があるのはもちろん、エアコンの操作系はなんと液晶付きで備わっていますし、このようにシルバーの加色もフロント同様に備わってます。 USB ポートが2つ、タイプ C です。後席の操作系も豪華です。シートの調整範囲は多種多様、ランバーサポートの調整はもちろん、このもも裏、ここも調整できるんです。ステアリングの右下には小物入れがありますが、この中フェルト生地が貼ってあるんです。仕事が丁寧だね。というわけで M440i、 この車、私正直このフェイス大好きなんです。それからこの横のスタイリングも大好き。そして何よりですね、この超かっこいい音を奏でる直列6気筒ターボエンジンなどがもたらすですね、超スポーティーな乗り味、大変美味でした。ごちそうさまでした。